シアルブラザーズ。よう、シアル兄だ。というわけで今回の任務は？そんじゃやっていくぜ。今回はザドケールをエデンの中に入れ込んで、増殖弾の発動がどんなようになるのか、どんな風になるのか検証をしていくってやつだぜ。はい、今回ね、ザドちゃん反射タイプをマナの SS を使って入れ込むんですけど、大丈夫かこいつ、ね、これ玉竜の友情で発動します。白爆発でサタンで当たって発動するんで近づけました。でこれね、下で真ん中にやりすぎるとたまにゲージ切っちゃうんで、なるべくゲージ弱点を横にやって威力を経験したいと思います。でこれ今喋ってるのは後取りなんで、この あと40秒後ぐらいからはその時喋ってたセリフに切り替えます。でもほんとね、この反射タイプもこのエーデンの中に入れ込むっていう作業も熟練しちゃって、いや他の腕上げろよっていつも思うんですけど、思うんですけど、まあいいよね、こういう本当にモンストっていろんな楽しみ方あるんで、その一つを皆さんに教えれたらなと思います。それじゃあその当時の声で切り替えます。さあ行くぜ、決めてやれ。俺は今重大な事実に気づいた。この玉竜、こいつの白爆発下の方反応しねえことに。おそらく無理だろうこれ。お、出た、やった、リプレイ行きましょう。くわぁ、まずエデンの右に当たって跳ね返ったやつが左下に当たってんですけど、それ貫通して左の豆にぶつかってまた右上に行って仮面貫通してるとか、ちょっとこれよくわかんない、どうなってんだこれ。まずちょっと、これどういうことよ。右上行って左下行ってまた帰ってきてババって貫通したり、なんかよくわかんねえなこれ詳しい人もいたらちょっと教えてください。なんかほんとなんあれ面白い結果になりましたね。ちょっと詳しい方いたら教えてください。というわけでご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。あばよ、届けるぜ、地獄を支配した極上のおまけをな。モントマンレベル5引いていくぜ。今月は何かな、気になるぜ。頑張ってためだからよ。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録の方よろしく。絶対後悔させねえぜ。それじゃあ次の動画で待ってるぜ。あばよ。